茨城県北、ジオパーク、袋田の滝流神渓谷、平磯海岸、ちなみこひたち鉱山茨城県北、ジオパークは、かつて、茨城県県北地域を中心に認定されていた、日本のジオパークである。2011年9月に、日本ジオパークネットワークへの加盟が認定され、2017年12月22日に、認定が取り消された。現在は、 日本ジオパークネットワークに巡回員として参加し、再認定を目指している。茨城県北部を流れる中川井北の8自治体と、その南にある、三戸市及び大洗町を合わせたエリアを対象とし、日本最古とされる5億年前の地層から現代に、かけての多様な地質を有する自然公園である。2010年2月に、県北地域の内日立市を除く7自治体と、茨城大学、 財団法人グリーンふるさと振興機構からなる茨城県北ジオパーク推進協議会が発足し、ジオパーク認定に向けた取り組みが開始された。2011年4月にジオパーク認定のための申請を行い、同年9月に日本ジオパークネットワークへの加盟が認められた。ジオパーク内では協議会に認定されたインタープリターがガイドを行うジオツアーが実施されていた。 茨城県北ジオパークの県北は当初は特に読み方を定めていなかったが他のジオパークのホームページにて県北と県北が混在していることから2012年に茨城県の県北振興室の読みに合わせて県北で統一したしかし2015年の最新査で活動への理解や認識の低さを指摘され2017年12月22日 地質遺産の保全方針やジオパークの将来計画も整備されていないとして史上初めて日本ジオパークの認定を取り消された下記のジオサイトがあった茨城県北ジオパーク推進協議会によって維持管理されているこの協議会の参画期間は下記の通りであるありがとうございます